お兄ちゃんわざわざ私の部屋に来てくれてありがとうね実は今日学校の調理実習で手作りクッキーを作ったのお兄ちゃんに食べてもらいたいなって思って声をかけたんだ <laughs> お兄ちゃん 最近なんだか疲れているようだったから。甘いものでも食べて、元気になってもらいたかったの。うん。でも、別に気を使ったわけじゃないからね。<laughs> クッキーはその、だ、誰かに食べてもらいたかったの。 同じクラスの女の子たちがね、手作りクッキーを気になっている男子に渡すんだって、すっごくはしゃいでいたのよ。うん。だから私も、誰かに食べてほしいなって思ったの。お父さんやお母さんでもよかったんだけど、その、初めて作ったから、私は、 お兄ちゃんに食べて欲しいって思ったのよ。茎が全部ハート型なのは、同じグループの女の子たちとその型を使ったからってあって、別に深い意味はないんだからね。うん 美味しい甘すぎないかなよかったー。お兄ちゃんに美味しいって言ってもらえると、とっても嬉しい。あ、あのね、食べながら聞いてほしいんだけど、私はお兄ちゃんがすごいってこと知っているからね。 いろんなことを知っているし、いろいろと頑張っているのも知っているの。でも、頑張っているからって、すべてが報われることがないことも、もう知っているのよ。だって、もう15歳だもん。自分より年上の人だからって、すべてが優れているってわけじゃないことも、わかっているの。 けれど、お兄ちゃんは別ようん。その、なんていうか、ビビーキしているように聞こえるかもしれないけど、お兄ちゃんの必死な姿とか、頑張っている姿、とっても素敵でかっこいいよあ、本当はこんなこと言うのは、照れくさくて恥ずかしいんだけど、 お兄ちゃんには、ちゃんと言っておきたくってさ。いつも見ているお兄ちゃんの顔とは違って、真面目で真剣なお兄ちゃんは、立派に見えるの。現実は、厳しいことも辛いことも多いけどね。私はわかっているから。お兄ちゃんが、くたくたになるまで頑張っていることを。 だから、疲れたことを誰にも言えない時には、私を頼っていいよ。口を聞いてあげたり、一緒に遊んで、気晴らしをするくらいは、付き合えるからさ。<laughs> 前もって言ってくれるなら、またクッキーを作ってあげてもいいよ。お兄ちゃん好みのクッキーを作れるように、私も頑張るから <laughs> だから、私を頼ることを前提に、頑張ったらいいよ。もしも、お兄ちゃんが倒れた時には、私がずーっとそばにいて、看病してあげるから。<laughs> そんなに情けないやつじゃないって怒ってもダメ、だーめ。だって、 私がお兄ちゃんを甘やかしたいんだもん。私もお兄ちゃんに頼ってもらえるように、強い妹になるからね。でもまあ、元気がある時でも、私に構ってよ。構ってくれなきゃ、寂しくてすねちゃうから。せっかく兄弟なんだからさ。 仲良くやっていこうね、お兄ちゃん。